やりすぎた。ラーズバンカインタンカーライダー。やばい。よし。はい、どうも、カラフルタート。リザース。シェイ。イエイ。はい、ということで。やりすぎた。指輪がボルいて見てしまいということで、今回も3人でお届けしてまいりますけれども、今日は何をやっていきますか。今日はですね、はい、ライダーズタンデムテント。すんごいゆっくり言うね。変身しそうだったライダーズじゃあこれは立て方ってあれとあんまり変わらないですか。基本ベースはそうですね。気になる方は前回の動画を見ていただければと思います。まあ、この辺に出してきますんで、はい、ここかも。ということで、うん、大丈夫前回と同じ立て方、はい、そうですね。プラスアルファがプラスアルファありました。そしたら、立て方に関してはまあ前回のを見ていただいて、うん、ちょっとプラスアルファの部分だけちゃんと紹介していこうかなと思います、はい、でプラスこれでサイズ比較に、あ、サイズ比較するんですか。サイズ比較するって言ってなかったっけ。僕はそって聞いてる。あ、本当、うん、聞いてなかった。聞いてなかったすいませんしっかりしてくれよライダー。じゃあこれ立て終わった後にサイズ比較もやっていきますので、ぜひぜひ最後までお見逃しなくってことでやっていこう。それで焦ってたのか、時間がないって。そうよしよしはい、ということで今回も出しました。お願いします。はい、収納袋、トップシート、説明書、テーブルとローパイ、ポールですね。前回と違うのが、キャノピー用のポールが2本と、あと前室用のポールが1本で、サプライシートとインナーです。はい、ということでやっていきましょう。で、今回なんですけど、はい、前回フライシート立ててからインナーを引っ掛ける作業。あ、やったね。もう今、ついてる状態でしょ。あ、もうついてるんですね。そこだけ、前回と違いますので。じゃあもうパパパッと立ててしまいましょう。立ててま、はい、やばいよはい、ということでこれが前室用のポールになります。この長くてちょっと曲がってるやつ、これをザテントみたいに前室用のポールをこの穴に差し込みます。片方、はい、パチッで、ここにあのフック、あ、フックなんだこれ。はい、はい、この入るすごいな。入ってるよ。で、ここペグダウン、ね、ここペグダウン、はい。ではウエイトでどれをペグダウン、この、うん、こんだけいっぱいあるんだけどね、うん、これの一番外側、外側のこれだ、これをペグダウン。オッケー、はい、じゃあオープン。うわ、広いね。いろー、こっち開けるね。お願いします。お、全然広い。全然広い。これの半分ぐらいだったね。2メーター。今日最大4人まで寝れるんですけど、やっぱり3人ぐらいでちょうどいいのかな、うん、確かに。高さ見てみ、はい、あ、この前よりも全然ほんと広い。だってこの前ミサオと2人でギチギチだったもんね。ギチギチだった。あ、全然いい。2人でゆったりだね、これ。あ、全然寝る。寝返りも打てちゃう。ほんとほんと寝返りして。あ、いけんね。喧嘩した時も大丈夫ださあ、ってことで、はい、パパパッと、本当にパパパッと立った。もう早送りしなくてもいいぐらいの速さで立ったよ。こうやってる間に立ったで、まあ、今からちょっとキャノピー作っていきます。で、これ立ち終わった後に、うん、サイズ比較の方をしていきたいと思いますので、 お楽しみに。はい、じゃあポールがこれかな。ちょっと高さを考えたんですけど、すごいね。腕、うん、お、いくいく。ピガさんもいいよ、真ん中ドーン。めちゃめちゃ広い。広くなった。めっちゃ広いよ。ここすっごい長いね。長い。てか前室がすごい広い。別にこれ貼んなくても全然広いんだけど、これ貼るとやっぱ倍ぐらい広くなるね、うん、さあ、ということでサイズ比較の方を行っていきたいと思いますので、チェンジしたいと思います。ゴー。よいしょ。風邪ひがたに行くん。あ、そうか。こっちか。うん、これでいいですか。うん、大丈夫。はい、はい、ということで並べてきました。並べてみました。全然違うよ、大きさ並べると。今これテーブルと椅子置いてるけど、うん、こっちだってはみ出てんの。はみ、もう入ってないからね。2人用のベンチ、うん、そう悪くはないけどね。まあまあ一旦座ってみましょう。ということで一旦日川さんと、じゃあミサオに座ってもらいます。はい、あ、そう座る。2人
人で一緒に座るんじゃなくて絶対こっちだよね。はい、こちらがライダーズバイクインテント。ライダーズバイクインテント、この前の前回の動画のテントですね。2人で寝て結構ギチギチのテント。そう、まあ寝てなくないけど男2人だとちょっときついね。きついですね。つらい。まあ本当子供とお父さんみたいな感じだったらいいかも。そうですね、ソロでゆったりこう使うのがおすすめかなと、うん、じゃあ次行ってみましょう。はい、はい、じゃあ行こう。うん、近い。あ、全然天井も違うよ。あ、本当だね。確かに。天井の高さ全然違うね。10センチぐらいアップしてる。本当だね。さっき結構ベタベタだった、ね。そうそう。体感的にそんぐらいかな。そう、奥行きが本当にさ、これあるからさ。全然違うからね。まあ、多くて3人かな。そうだね。はい、ということで、どうした？今回やったタンデムと、前回のライズバンカーに関しては。どうだった？何一つとして言えてない。大丈夫で続けていこう。このままライダーズバイクインテントとタンデムどうだった？ライダーズバイクインね、ああとタンデム、うん、俺はね、改めていいなって思った。バイク乗ってる人向けではあるけど、本当にソロとかそれこそ親子カップルで持っていくにはめちゃめちゃいいテントだなって思う。中も広いし、タープもいらない、うん、で立てんのもめちゃめちゃ早かったの。今日立ててみて、立て方に関しては前回の動画見ていただければ。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいねと思った人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 Twitter と Instagram やってるんで、そちらもよろしくお願いします。お願いします。以上、キマクロスプーンでした。バイバーイ。ワゴンの時はすごいやる気だったけど、急に終わって急に終わってからもう全て終わったみたいな感じ。サムネ撮るときね、うん、あれが俺の唯一仕事なのよ。サムネとかをワクワクしてたからね。ピカさんいたら俺だっていつも最後喋んない。そうでしょ。そうでしょうじゃないんよ。そうでしょう。あんたメイン分かってる。